皆さん、皆さんの揺れを乗せた花の命がここにあります。私が地球に持って帰りますから大切に育ててください。ここに咲く花、君が美しいそのわけはこの星の明かしをもらったか。ここに咲く花、君は誰のために咲く。種を命と呼んでくれる人のため。ここに咲く花、君は何のためにある。命の美しさ受け継いでいくため。ここは君が咲く星、そして僕らが生きる星。皆さんこんにちは。ようこそいらっしゃいました。こういうあの演出ですと、あのこの後アツさんが出てくるんじゃないかと思われたことも多いかもしれませんけど申し訳ございません。私はあのこの花伝説プロジェクトを進めてまいりました、有人宇宙システム株式会社ジャムスの社長をしておりますポドベンと申します。どうぞ今日もよろしくお願いします。今朝早く起きられたお友達本当に多かったと思います。あの今直前に疲れた方、本当に疲れたと思います。飛行機、バス、新幹線で来られた方がたくさんいらっしゃいます。まあ、今日はあの皆さんへの感謝の気持ちを表しました回でございますので、ぜひまた楽しんでいただきたいと思います。プロジェクト実はもう2年前に始まりまして、いよいよこのサミットまで迎えることができました。あのご存知の方もいらっしゃいますし、初めての方もいらっしゃいますと思いますけれども、このジャムスという会社は、宇宙ステーションの日本のモジュール希望の開発とともに歩んできた会社でございます。安全開発保障とか、飛行士の訓練であるとか、それから運用準備、実験準備、最近ではまた人工衛星を使いましたいろんな利用も進めているところでございます。まあ、こういったいわゆる国の仕事と並行しまして、以前から少しずつですけれども、より多くの皆様方に宇宙と関わっていただきたいと、そういう思いで、例えば、3年ぐらい前でしたか、ロシアのソユーズロケットを使っていろんな実験をしたり、しました。まあ、ただ、今日交流会で、ご試食いただけると思いますけれども、宇宙を旅したヨーグルトということにも関わってまいりました。まあ、そういう環境の中、JAXA さんをはじめとしまして、日本の希望がいろいろ完成しまして、昨年度から、一般の方々でも、特別な研究者じゃなくても宇宙に使えると、まあ、意図はなかなか難しいんですが、そういうような時代になりました。で、2年前に私どももそういう仕組みに応募しまして、なんとか種を持っていった事業ができないかということで、採択されまして、活動を始めたんですけども、さて何をしようかということで、そこで実は私ども、人一倍そういう思いが強い当時の企画課長でありました、今日のコーディネーターでございますけども、ごめんなさい、プロデューサーでございますけども、彼が、いろんな方との出会い、ご指導をいただきまして、そのプロジェクトの骨格を作ってまいりました。で、社内の数十人の、十数名の、地域のコーディネーターも含めまして全国に飛んだわけでございます。まあ、これでようやくスタートしたんですけども、まあ、ご承知の通りそれだけでは、このプロジェクト動きませんでした。でそれぞれの時期にご指導されている方、それから研究者の皆様方、そして何より皆様方、子どもさんたちの活動を実際に種を作ったり、あるいは、20日の研究をされたり、いろんなことをやっていただきました。まあ、そういう何よりもご理解があって初めてこのプロジェクトが今日に至ったという意味で本当に私も感謝する次第でございます。人と宇宙を結ぶというのが当社の企業理念ではございます。ロケットあるいは人工衛星そういうものは作っておりませんけれども、最近少しですけれども夢を作っているのかなと、
そんな気が最近しております。本当にありがとうございました。今日は先ほど言いましたように皆さんの感謝の会でございますし、それから同じ思い、それから同じ行動をしました多くの皆様、全国の皆様の交流の場として、開催させていただきました。ぜひ一日楽しんでいただきたいと思います。本日この会におきましては、私どもだけではなくて多くの企業さんからのご支援をいただきまして、成立いたしました。ちょっとご紹介したいと思いますので、一番拍手でお礼を申し上げております。まず、TTI エルビル株式会社様、おっしゃいますか。日立電機株式会社様、株式会社ベネフィトワン様、マイクロアルテコーポレーション株式会社様、三菱重工株式会社様、今日はお越しでない方の袖にもいろいろパネルも入ってございますけれども、アデコ株式会社の、株式会社インターグループ様、東海エージェンシー様、スチールパートナー様、東洋エンジニア様、三菱電機様、こういう方もご支援いただきました。さらには、ご協力いただきました、とちまして、JAXA 独立行政法人宇宙航空研究機構様、おっしゃいますか。ちょっとくれるようです。ありがとうございます。株式会社日比谷カダム様、会社ランダムハウス講談社様、その他の高知県酒造組合様、株式会社 BCC 様、ひまわり乳業株式会社様、こういう方々のご理解とご協力をいただきまして本当にありがとうございました。それでは次のイベントいきたいと思いますけれども、これまでのこの花プロジェクトの経緯を、その先ほど言いました非常に熱意のあるプロデューサーであります長谷川洋一とともに振り返っていこうと思います。では長谷川よろしくお願いします。それでは皆さん、今日は再会できました。とっても嬉しいです。でも今日はみんなとみんなの出会いの場なんです。そのことを、この大事な一日のことを決して今後忘れないように、そして忘れられない思い出になるように、今日はどうか皆さんで楽しんでください。ではまず最初ですが、花伝説のやってきた道ということで、それをビデオで振り返ってみましょう。お願いします。このプロジェクトを花伝説と名付けました。そして私たち素人ですが、沖縄から北海道まで走り回りました。沖縄、大宜味村、そして名護、そして奄美の白花飛寒桜、高知県佐川の若木の桜、そして高知県仁淀川町の氷炭桜、そして岡山県真庭町の大子桜です。京都丸山公園祇園しだれ桜、十条姫西岸桜、岐阜県岐阜市、妙谷鈴見桜、今年です。
番号は星桜、岐阜県岐阜市。山中神代桜、山梨県北杜市。三春滝桜、福島県三春町。角館武家屋敷のしだれ桜、佐賀県仙北市です。苫小牧から大江桜です。そして旭川の大地からは三山桜と大山桜、そして新潟県糸魚川市の笹百合です。茨城筑波大学の小杉江です。
夢の鉱脈の入り口に立った気がします。どんな夢になるか、それは人に人に違うと思います。それでいいなと思います。桜がたくさんあるように、ユリやスミレがあるように、みんなそれぞれの思いを寄せ書きに書いてくれました。このカードは今日一部外の展示のところに本物が展示されていますが、このような箱、カード、こういったものをコピーしまして小さく印刷しまして、一緒に宇宙へ行きました。みんなの種と寄せ書き、中には宇宙飛行士がサプライズで訪問したところもありましたね。一緒に走ったところもありますね。これは神代桜のようですね。苫小牧のみんな、旭川のみんな、花の種の贈呈式の模様です。そして岡山のみんな、打ち上げを見守っているでしょうか。高知のみんなです。みんなの笑顔も一緒に宇宙へ行きました。宇宙へ行くにはこういうふうにみんなのカードと種を一緒にフライトパッケージにしまして、これをうまく包んで NASA へ持っていきました。そして輸出です。こんなに厳重にくるみました。 NASA の中に入りました。ロケットの入っている大きなビルディングの輪にもいました。スペースシャトルが見えてきました。まもなく打ち上げです。日が暮れてきました。みんなの思いが込められています。本当に時間通り打ち上がりました。そして夜空にまっすぐ登っていって、バリバリバリと太鼓のような、日本の太鼓のような、そんな響きを空全体に響かせて登っていきます。そしてあっという間に音速、音のスピードを超えます。その時に衝撃波が飛んで空に模様ができます。ここですね。空に模様が走ったのが分かるかも。エンデバー号は宇宙へ旅立っていきました。さっき宇宙飛行士が言いました。夢を追い続ければ星に近づく。私はこの撮影をしていたんですが、ちょうどその言葉を思い出していたんですが、そうすると本当にそういうふうに思っていると、このスペースシャトルに向かって星が近づいてくるんです。そして星と重なった瞬間、これは爆発じゃありません。固体ロケットの切り離しです。ここまで行けばもう安全に宇宙へ行ったも同然。スペースシャトルエンデバーは大きな星のように、輝く星のようになって宇宙の彼方へ遠ざかっていきました。
設トラエに参加する皆さん、皆さんの夢を乗せた花の命がここにあります。私が地球に持って帰りますから大切に育ててください。2009年4月、若田光一さんも花伝説の仲間になりました。そしてその若田さんが再び花の命と皆さんのメッセージカード、これを持って今年の7月31日、同じくスペースシャトルエンデバー号に乗って地上に帰ってきてくれました。帰ってきた花の命、皆さんのもとへ返しに行きました。これはどこでしょうか？苫小牧のウェイカムバックセレモニーです。この桜の木が宇宙に行きました。秋田県の角館ですね。小学校の皆さん、作文を作ってくださいました。そしてみんなでこの花の命を大事に育てると、そういうふうに言ってくださいました。福島県の三春です。滝桜の種です。中里小学校ですね。そして桜中学校です。三春では小学校中学校を合わせて種を拾ってくださいました。そして山高神代桜の返還セレモニー、そしてその日のうちに種を集めてくれた小学校6年生、今は中学校1年生皆さんが植えてくれました。8月の末のことでしたね。あ、これハッピー来た子供たち、これは高くは星桜です。冬は太鼓で迎えてくれました。皆さん手作りのウェルカムバックセレモニー、お帰りなさいと書いてくれました。今日は皆さん大勢来ていらっしゃるんですが、元瀬市の日本中学校の生徒さんたち、皆さんオカリナの名手です。あの宗次郎さんが直接教えていらっしゃいます。種に触るところです。中条姫青岩桜、玉田先生が作ってますが、青岩桜のこちらも皆さん、芥見東小学校の会員を多くの、こんなに本格の名前を大勢集まっていただいたんですが、これは京都府立植物園に種一式をお預けして発芽、そして佐野東門先生のいらっしゃる祇園しだれ桜の種、ウェルカムバックセレモニーのようです。で、5人だけの醍醐桜、緑の少年隊、うち2人は中学校に上がりました。醍醐桜の返還式は夜、夏の夜、朗読会が行われ、いかにも日本の福音たる夜でした。氷壇桜、こちらは太鼓ですね、電波太鼓ですね。400年前大崎電波さんが伝えたという電波太鼓で元気に迎えてくれました。そして若木の桜、佐川こちら奄美でしょうか。山野初俊君が預かった種を約束通り大川小中学校の皆さんにお届けに上がりました。その場で開けています。沖縄です。名護市長さんのお部屋で今日お越しになっていらっしゃいます田中会長、はじめ皆様方に種をお返しました。そしてユリです、笹ユリです。小野健さん、そして糸魚川市の米田徹さん、大勢の仲間たち、今日も糸魚川から大勢来てますね。皆さん桜だけではありません。ユリもスミレも仲間ですので、スミレです。こちら一番新しい浜松市にスミレの種を贈呈に上がりました。そして若田光一さん、今日はどこで何をしているのか、こちらにはちょっと来られませんでしたが、
後でメッセージを預かってまいりましたので見ていただきましょう。こちら種が食して検疫している模様です。ありがとうございました。以上のように、あの伝説宇宙へ行って本当に帰ってまいりました。でもこれは花伝説プロジェクトの終わりではなく始まりです。今日は花伝説プロジェクトの未来へ続く開会式というふうに考えていただけたらいいかと思います。このプロジェクト、この事業を進めるにあたって多くの皆様のご指導を受けました。ご指導だけでなくインスピレーション、ご示唆、いろいろなご意見賜りました。反対意見も賜りましたし、怒られたことも多かったです。ですがここまでやってこられましたのは、きっと皆様の夢が一つの方向に向いていたのかもしれません。この花の命、花の種、花の命、これはこれから芽を出します。佐野東右衛門先生もおっしゃってましたが、桜が芽を出して育つかどうか、いい桜になるかどうか、30年40年経たねばわからないかもしれません。その時に私たち、このプロジェクトを進めたメンバーたちはもしかしたらいないかもしれませんし、もっともっと子孫の代になって日本の大桜や笹栗、スミレ、こういった植物たちがけなげに生き続けて、この星の命の美しさを受け継いでいくのではないかなと思います。今日は私のこのお話ばかりではなく、多くの方々のお話、そしてご意見、そればかりではなく、すでに出来上がりました芸術作品のお披露もございます。あのサミットですけれども、会議ではなく、とても楽しい、まあ、お芝居を見るような、あるいは参加するような、まあ、そんな一日にしたいと思ってますので、どうか皆さん楽しんでください。私たちスタッフもとても楽しんでます。そうして何より大事なことは、お互いに知り合って友達になって帰ってください。せっかく集まった日本中の仲間たち、ぜひこれからこの縁を広げていっていただいて、これからもこれからも、もう私なんかいなくても、ジャムスがなくても、花伝説がなくても友達だよということで、どんどん人の輪を広げて、この星の命の美しさを守り受け継いでいけたらなと思っています。ありがとうございました。それではここで本日の基調講演をいただきます。佐野東右衛門先生をご紹介いたします。16代目佐野東右衛門先生は昭和3年京都市でお生まれになり、京都丸山公園の祇園しだれ桜をはじめとし、各地の桜を養育なさっておいでです。日本国内はもとより、フランス、ドイツをはじめ、世界各国で日本庭園をお作りになり、その功績によって、1997年にユネスコ本部からピカソメダルを、そしてその2年後、1999年には、勲五等奏功旭日賞を受賞なさいました。当事業花伝説空へにおきましては、京都の祇園しだれ桜を軸に総合的なご指導を賜りました。それでは佐野東右衛門先生、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、京都の佐野でございます。先ほど来いろいろ説明がありましたように、各地から非常に、桜を大事に守っていただいている方、そしてまた日本古来の笹栗、
それからスミレ、そういうものの種が、まあ、宇宙へ旅立ったと。非常にこの科学の進歩というのは我々は、まあ、驚くというか、今のお子さんたちはこれが一つの大きな夢かと思うんです。で、先ほど話がありましたように、私がこの話をお聞きしたときに、まず一番最初に言いましたのは、なんでそんな無茶をするんやと。皆様方も非常にこの日本の古来の、それから大地に根付いて日本で育っているものをなぜややこしいことに持っていくんやと、そういう話をまずしました。と言いますのは、もう我々の年配の方は大体わかると思うんですが、月にね、満月になったらウサギが餅つきしていくというのが我々の夢やったんですわ。もうその夢が壊されました。月まで行ったら何もなかったと、現実の問題でそう言われてしまいましたので、そういうところへなぜ大地から引き離して持っていくのか、もうそういう話をもう随分いたしましたけれども、やはりこの時代の流れというのか、時の流れというのか、やはりこの科学の進歩、それと自然界、これをどうつなげるのか、だんだん、まあ、疑問とやはりまあ興味、もうそういうものが出てきまして、まあじゃあとにかくやってみようかと。ただしどうしてもっていくんやと。と言いますのは、まず一つの例と言いますと、あの人体のあれにしたって、やはり千年以上やっぱ先祖からずっと伝わって、なお子孫を残すために毎年種を落として、そして子孫をずっとつないでいってくれる。これはもう人間もそうなんですし、あらゆる地球上の生物、やはりこの子孫を残すためにいろんな営みを繰り返していくのを、今の科学の波に、まあ、ある程度乗って、まあ、そういう一つの、まあ、経験というのが体現するのも、まあ、まあまあまあしょうがないかな。ただし、いや帰っていけばどうなるんだろう。もし無重力というんですか、重力は何もありませんね、やっぱり。そういう中でね、あの皆さん方が一生懸命取ってもらった種のあの殻の中、そこでふら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 無視してたらね、持って帰ってもし芽が出た時にこんなふにゃふにゃとこんなものが出てきたらどうなるやろ。これはもう今でもまだ心配はしております。そしてまずまあうまく芽が出るか出ないか、いろいろ今ありましたように、種をもうまかれたところもあります。で、私も持って帰った時にすぐにまきました。で、一つは京都の植物園で一応冷蔵保存をして巻くようなんですが、自然界の営みというのはやはり自分で落ちたところ、そのままいて条件が合えば翌年出てきます。で、その間にアリに食われたり虫に食われたり、でまた大きな雨で流されたり、いろんな地球上の
あらゆるこの障害を乗り越え乗り越え、そして芽が出てくるわけなんです。これはもう人生もそうなんです。やはりいろんなことに揉まれながらね、うまくその障害を乗り越え乗り越え、そして一つ二つ三つの年を取りながら、あの桜はさっき言いました、神代にしても薄摘みにしてもみんな千年、それを今の科学の力で一瞬にしてどっかへ持っていかれる。あの谷も出るときはさぞ不安やったと思うんです。我々が考えるよりも種自体がどこへ連れていかれるんや、何にもないとこへ一人ぼっちで行ったわけなんです。それがまあようやく帰ってきてくれましたん でこれを今後どう育てるのか、先ほどお話がありましたように、結果はだいたい30年ぐらいしないと分かりません。もうその頃はもう私もおりません。もういるんよりも、もう人生の中は済んでしまうで、もう明日が上がってくないにはもう次の世界へ行く年になる。もうあちこちボロボロなんですけど、どうしても今日出てこいって言われて新幹線に乗ってきたんですけど、これだけ大勢の皆さんがやはり思いを一つにして、本当に米粒のような種に思いを寄せてね、でこれを先ほどお話がありましたように、まず我々もおりません。でここにおられる前の方の方もまずおられません。だけど取ってくれば、あの時の小学生中学生、その人たちは必ず結果は見られます。その時に時代はどう変わってもわからないけれど、やはり目を出した時、これはこうやったやろと、その頃時代がどう進んでるのもわかりませんよ、わからんけれども、その桜がこうやったと、この墨絵はこうやったと、この百合はこういう経過でここで咲いてるんだ、ものすごくそのロマンというよりも、やはり現代科学、それから日本の自然、これがものすごくうまく融合するというのか、かみ合うというのか、そういうことがまずまあこれから30年先には必ず結果が分かると思います。で今言いましたように、あの前の方は本当に残念なんで、今日で来年も分かりません、これはもうお互いに分かりませんので、それを種に託し、またその種とともに今の若い人に託しながらね、でこのサミットは毎年続いて、ああ去年こうやったなって言えるか、ああ去年横に座ってあったのに今年見えんなとなるか、これがやはり人生なんです。で植物の種もそうなんです。全部生えません。いくつかは生えると思います。もし生えたら今日種を取ってくれて、今日ここへ来てもらってる皆さん、本当に大事に育ててください。そうすると本当のこの花伝説、これがものすごいものにつながっていくと思いますので、次もいろいろあるのであんまり喋れないよって言われてますので、早めに切り上げて、いろいろあといろんな行事が用意されているそうです。とにかく一粒の種、これが一つの命、人の命もそうなんです。他の動物の命もそうなんです。だからせっかくある命、桜の種もそうです、皆さん方もそうです、この命を大切に大切にして、この花伝説に乗せてずっと続くことをお願いして、
この辺で、やめられていただきます。本日は本当にありがとうございました。30分間の休憩をいただきます。お手洗いは